黒猫のマーク、スパチャありがとう。シティの遺跡なんですが、左サイドバックにセルフィーを褒めて取ったんですが、カンセル左で使うなら右サイドバックにもう一人いた方が、個人的にいいと思うんですけど、どう思いますか？アンカーロドリを控えないもののシステムを変えたので、クリアできますか？ロドリに関しては多分、カルビン・フィリップスができるって考えじゃないですか。まあ、ストーンズもできるって一応言ってますけどね。で、カンセルに関しては右の控えもやらせる感じですよね。だから、相手チームよりも自分たちが格上だったら、左サイドバックカンセルでいいんで。ただ、このセルフィオ・ゴメスがどういうサイドバックか僕分かってないから、ホイスに関しては。あれ、このスパチャだよね、読んだ方がいい。右サイドバックとしてホイス獲得する。デスト出したいから大学。でも、そもそもデストが一番この内側に絞った上で、中の選手と連携してとかね、できるし、もしウィングがラフィーニャとか中絞れるじゃないですか。絞った場合に高い位置取ってウィングとしても機能するんですよ。で、サイドバックで体重も弱くないんですよ。怖いのは逆サイドからクロスとかなんだけど。Thank you.